フロンティアは日産自動車の日本国外向けへピックアップトラックであり、北米などで生産、販売されている。初代フロンティアは D22 型系ダットサントラックの北米仕様であり、他の地域向けの D22 型は欧州向けがピックアップ、太陽州及びイギリス向けがナバラ、南アフリカ向けがハードボディとなると、地域ごとに車種名が異なっている。 生産拠点は、アメリカの日産北米会社、ブラジルのルノー・ワイルトンセナ工場に併設された、日産ブラジル自動車、タイのタイ日産、スペインの日産元オルイベリカ会社、中国、河南省の低州日産記者講師のほか、太陽州、中東向けなどは、日産車体が担当し、ダットサントラックの後継として、日産の主力車種の一翼を担っている。2012年からは、 三菱自動車工業との事業協力により、三菱のタイの工場でも生産が開始される予定である。また、モータースポーツの分野でも、パリダカルラリーをはじめとする、ラリーレードや、スタジアムレースへの参戦が続けられている。D22 型系フロンティアは、1986年5月から1997年まで生産された D21 型系。 ハードボディトラックを置き換えるべく、1998年モデルとして、1997年2月のシカゴオートショーで発表された。生産拠点はテネシー州スマーナ工場である。この頃の日産は経営再建前の低迷期であり、その影響は新型車開発にも影を落としていた。D21 型系に比べ、強度の向上と多少のサイズアップを伴った。 モデルチェンジであったが、その構成に大きな変化はなく、当初のラインアップは、レギュラーキャブの 2WD と 4WD のみで、エンジンも直列4気筒、2.4リットルのか24で1種類であった。この時点では、V6 エンジンの VG30E から VG33E への切り替えが間に合わなかった。百九十九年に、待望のキングキャブと v 六。 3.3リットルエンジンの VG33E が追加されたが、やや遅きに失した感があり、D21K 末期からの販売台数の落ち込みは容易に回復せず、トヨタテコマは言うに及ばず、ビッグ3のコンパクトピックアップにもシェアを奪われていた。2000年、クルーキャブの導入という新たな変化があった。ダブルキャブは日本やアジアではおなじみのタイプであるが、 北米市場向けのコンパクトピックアップとしては初めての導入となった。それ以前のダブルキャブはフルサイズピックアップのうち特にヘビーデューティーなものにしか存在せず主に業務用であった。2001年それまでの地味な印象を払拭し構成に転ずるべくフェイスリフトを行う。若年層に訴えるより大胆なスタイルへと変更され日産ディーゼルから供給を受けていた。 UD エンジン搭載の大型車を除き、MA レイキュールと以来に騎士木となる、機械式スーパーチャージャー付けの VG33ER を設定した。2002年4月、ブラジルパラナ州産、ジョゼドスピニアイスのアイルトンセナ工業団地にあるルノー工場にて生産開始。2002年3月、第72回ジュネーブモーターショーに、欧州向け、ピックアップのマイナーチェンジ車を出品。 2004年、フレームをはじめ、すべてを一新した D40 型系に置き換えられ、北米向けシングルキャブは、この台が最後となった。2004年1月、北米国際オートショーに D40 型系フロンティアを出展。同年、2005年モデルとして登場。2003年に登場した、フルサイズピックアップで、タイタン及び、フルサイズ SUV、アルマーダのプラットフォームである F。 アルファプラットフォームをベースとする。生産拠点は、テネシー州、スマーナ工場、日産モトールイベリカ会社、大イ,イアムニス産オートモービルバングナトラッド工場、及びルノーブラジル工場。同年に登場した三代目、パスファインダー、及びエクステラとパワーユニット、ドライブトレイン、シャーの多くを共用している。キングキャブ及びクルーキャブ、シングルキャブの設定があり。 搭載エンジンは VQ40 で型のみ。なお、ナバラは直列4気筒、ディーゼルターボエンジン搭載となる。2005年4月、日産エジプトモーターで D22 型、ピックアップの生産、販売を開始。2007年1月18日、タイでフロンティアナバラとして発売。2008年2月19日シングルキャブを発表し、3月6日にタイに投入。 その後、世界120カ国に投入開始。2008年、シカゴオートショーに、北米鈴木向けに OEM 供給される、イクエーターを出品。D40K フロンティアをベースに、オリジナルのフロントマスクを与えられたモデルとなっている。2008年末に発売された。2020年現在、アメリカでは、積極的なマイナーチェンジなどのテコ入れが行われない。 まま販売が続けられている。2015年1月27日、メキシコ工場において新型ピックアップの生産を開始したと発表した。このメキシコで生産される新型ピックアップは、2014年にタイで生産を開始した NP300 ナバラと同型であるが、メキシコ国内での社名は NP300 フロンティアである。北米については2018年10月時点では、 D23 型が投入されておらず、先代モデルが継続販売されている。2018年7月30日、アルゼンチンのコルドバ州にあるサンタイザベル工場で、ピックアップトラック NP300 フロンティアの制裁開始を発表した。今回の生産開始に伴い、アルゼンチン日産は、タイ、中国、メキシコ、スペインに並ぶ NP300 フロンティアの グローバル生産拠点の一つとなり、アルゼンチンにおける主要自動車メーカーとしての地位を固める。新しい組み立てラインの年間生産能力は7万台になる予定で、日産トルノー、そしてアライアンスパートナーであるダイムラーにも車両を供給し、その50%は輸出される。ブラジルがアルゼンチン製の NP300 フロンティアの最初の輸入国となる。 2021年2月4日に4代目へのフルモデルチェンジを行い、北米で同年夏より販売を開始することが発表された。社名は3代目の NP300 フロンティアから2代目までのフロンティアに回帰される。外観は2020年にフェイスリフトが行われた4代目、ナバラ同様にインターロックグリルが採用され、テールランプを立体形状に変更。また、 社名ロゴは3代目では、2台左側に装着されていたエンブレムがなくなり、2台下部の刻印に変更。フロントとリアのエンブレムホイールの中央、ステアリングの CI は2020年7月に改定された新 CI となる。エンジンには9割以上の部品を新開発もしくは、改良を行った3.8リットル直噴 V6 エンジンが搭載され、 トランスミッションには、ロックアップ領域の拡大、電動油圧システムの採用、インプットシャフトの長尺化により3台目の5速、AT に比べて、ギアレンジが拡大された急速 AT を採用。油圧パワーステアリングはチューニングされ、ステアリング中立付近のフィーリングを改善したほか、ステアリングギア比をクイック化。サスペンションは、 走行時における振動を大幅に低減された新型の油圧、キャブマウントが採用され、ダンピングを制御するため、ミッドサイズのピックアップトラックでは唯一となる、ウレタン製バンプラバーを搭載。スタビライザーはフロントリアどもに太くなり、車体のロールが軽減された。また、安心した、制動力を発揮するため、ABS 付きの4輪、ディスクブレーキも採用された。 4WD 車には電子制御パートタイム式のシフトオンザフライ 4WD システムが搭載されており滑りやすい路面でもトラクションを確保する4輪リミテッドスリップ制御を採用ヒルディセントコントロールも新たに装備されたほか 2WD 車を含む全車にヒルスタートアシストも標準装備された先進技術や安全性能も多く盛り込まれ米国向け日産車では 初採用となるオフロードモードを備えたインテリジェントアラウンドビューモニターが搭載されたほか、歩行者も検知するインテリジェントエマージェンシーブレーキ、リア自動ブレーキ、ハイビームアシスト、インテリジェントクルーズコントロールなどを装備することが可能で、タイヤ空気圧警報、システム、リアドアアラート、8個のエアバッグは全車に標準装備される。南アフリカオフロード選手権に 南アフリカ向けハードボディが参戦。D クラスドライバーズタイトルを獲得。1月に第23回パリダカルラリーに参戦。この年、南アフリカオフロード選手権にハードボディが参戦。生産者クラス及びスーパートラッククラス T のドライバーズタイトル2冠を達成。ありがとうございます。